皆さんこんばんは。こんばんは。始まってますかね。あ、始まってます。始まった。はい、ぼうち編集部の佐藤です。今日もぼうちのインスタライブ始まります。よろしくお願いいたします。今日もね、このようにアクリルパーテーションを用意してコロナ感染対策をご自宅でスタジオからお送りしております。最初に注意事項なんですけれども、お手持ちの端末のモニターの明るさを最大に、音量を聞きやすい大きさまで上げていただくとより良い条件でご視聴いただけるかと思います。豪華プレゼントも最後にありますので、最後までぜひ見てください。コメントもお待ちしております。まずたくさん話したんですけど、はい、今夜のゲストはジョージさんです。もうおなじみすぎますけど、はい、よろしくお願いします。ヘアメイクのジョージです。よろしくお願いします。すいません、我々ゴールデンタイムにすっぴんでお送りしておりますけれども、申し訳ない。失礼いたします。失礼いたします。ちょっとね、今日のテーマがパナソニックビューティーさんの最新スチーマーということで、はい、なのでちょっと体験していくのでちょっとすっぴんなんですけど、すみません、あとちょっと喋っていいですか。はい、このね、ちょっと今発売中のボーチ12月号がこちらにいるので少しだけご紹介させてください。と今売っている号ですね、広瀬すずちゃんの表紙が目印でございますので、書店でぜひ見つけていただきたいんですけど、中身のページもですね、今注目のクリスマスコフレブックですとか、それを使ったメイクなんかもたくさん紹介しておりますので、ぜひぜひお手に取っていただけると嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。はい、すっごいすっぴんの自分が、ね、大丈夫大丈夫ジョージさんこんばんはってみんな言ってますよ。こんばんは、皆さん見てますか。今日はね、スチーマーでみんな楽しみにしてると思いますから、はい、注目のアイテムでございます。はい、そうですね、今晩のインスタライブは11月1日に発売されたばかりのこちらのパナソニックビューティーの最新スチーマー、スチーマー7クエア EHSA0B の進化した魅力と実力に迫ってまいります。スチーマー7クエアを愛用されているジョージさんと一緒に、はい、スチーマー7クエアの使い方を分かりやすくお見せできればと思っております。その前にですね、3つのポイントがございまして、はい、こちらのスチーマー7クエアの3つのポイントを私から簡単にご紹介させていただきます。はい、まずですね、1つ目、ナノサイズのオンスチームと新開発の、化粧水ミストのダブル保湿で、肌の角質層まで保湿成分を浸透させ、手塗りと比べて角質層への保湿成分の浸透がなんと約 15% もアップするということで、15% って結構ですよね。かなり潤いが、ね、はい、なので使うほどに潤いを保ちやすい肌になるという素晴らしいポイントです。でそして2つ目ですね、この化粧水ミストだけでも使える、でしかもお手持ちの化粧水で OK というところがすごく嬉しいポイントだなと思います。うんうん、なのでお風呂上がりやメイク前、夏場とかは化粧水ミストだけでも使うこともできるということです。で3つ目ですね、なりたい肌に合わせて選べる自動温冷プログラムを搭載していて、オンスチームと冷ミストのダイナミック温冷ギャップで使い続けるほどに張り感が得られるという素晴らしい。使い続けるしかない。そうですね、毎日使わないと。はい、はい、というわけですね、今言った思ったより大きめなんですね。そうなんですよ、結構大きめです。その分ねミストもたくさん出てくるって感じだ。お手持ちの化粧水で使えるのが嬉しいです。そうですね、で早速ですが、さっきね申し上げた化粧水ミストモード、はい、使い方をぜひ教えていただければと思うんですけれども、はい、私もねいつもこのずっともう歴代のナノスチームを使ってるんですけれども、はい、今回はですね化粧水モードが新搭載、このボトルが3つもあるんです。この化粧水のモードのボトルと冷水のボトルと、あと後ろにも大きいボトルが入ってるですね。こんなにたっぷり水が入ることができるものがあるんですけれども、うん、こちらをまた早速やっていこうかなと思います。はい、どうですか。じゃあ私実は初めて使うんですよ。本当ですか。はい、私はもうこれを早速使わせていただいてるんですけれどもまたそのデザインも可愛いですよね。そうなんですよ、こっちにこのちょっと大理石っぽいのも、うん、なんか置いといてもねインテリアにもすごいいいかなっていうくらい でこっちに後ろに入れるボトルがあるんですけど、ミリちゃんもじゃあちょっと開けてもらって、はい、やってみます。でまずですね、こっちにそっち側ですね、
開けるとボトルがこう1、2ってあるんで、ちょっと2のメモリまでこの水道水がもともとね、ちょっと今日入れてあるものを入れていきます。はい、トコ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 と。これ全部入れるんですか？うん、2までたっぷり入れちゃって大丈夫です。いや、乾燥してる時期なので、もう本当のスチーマーはね大事で。よし、ここにメモリがあるんですね。そうです、1と2とあるんで、ちょっとこっちに入れて、入れました。入れます。素敵なデザイン。そう、座右石風がいいですよね。これ間違っちゃった。え、何？こっちだった。大丈夫です、お疲れですか？緊張緊張でこっちに。そしたら、斜めにしてカチッと入れると入ります。こうしたらカチッと、そう、グドグドグドって入るんで。で、これをちょっとひっくり返して、ちょっとモードをね試していきたいと思います。あ、入った。こっちで開けると、で、まず、この化粧水ミストの方はこの一つの丸の方ですね。はい。で、この中に入れるんですけれども、まずこっちに化粧水がね、お手持ちのやつ使っても全然平気なんですけど。なんかどういうタイプがおすすめとかあるんですか？私のおすすめは、一応今日ね紹介 したいのが、サラッとしてる化粧水がいいなっていうのがあって、アクセーヌの化粧水ローションですね、これだったりとか、はい、まあ、お手持ちのね家にあるので全然大丈夫です。あと、このハトムギ化粧水のものですね、プチプラのもの、はい、人気ですね。人気。あと、アクアレーベルの美白タイプのサラッとしてるやつだったりとか、あと敏感の時にも使えるキュレルの化粧水もおすすめです。あと、本当に家にねあるあのやつを使っても全然大丈夫なので、あのここにねこう入れるんですけど、このちっちゃい方の開けるとここにポコって入れられるので。はい。私はじゃあちょっと今日アクセーヌ使っていきたいと思うんですけど、ミリちゃんはじゃあハトムギ化粧水を入れてみましょう。はい、やってみます。これをこの一つのね、2個ある方の一つですよ、こっちの一つの方に入れます。こっち、とろみのある化粧水じゃなくてサラッとしてる方がいいですね、霧状になるので。コメントでもね来てるんです。これぐらい入れたらこれを閉めます。あっという間に高機能化粧水になりますね。確かに。そうなんですよ。で、カチッてはまるので、そしたらあぶれてる。ちょっとだいぶ出遅れちゃったんですけど今。大丈夫ですか？ね、これ合ってます？あ、逆で縦にね。あ、そうそうです、そうです。カチッて、はい、そしたらここの蓋を一回ちょっと閉めたら、はい、ここのところに入れる差し込み口があるので、ここに入れてカチッと、はい、ま、カチッとしました？多分。うん。そしたら開けると、で、電源がもうオンにしてるんですけれども、この洗濯モードっていうのがあって、はい、洗濯モードが3つあります。はい、で、化粧水モードするときに、さっきあのミリちゃんが 15% 浸透率がアップするっていうのは、うんうん、でオンスチームに先にオンスチーム当てて肌を温めた後に化粧水の、ミストですね、ここにミストって書いてあるんですけど、ここのミストをすると、浸透率が 15% 上がるので、先にまず温めます。なるほど、温めるのが大事なんですね。はい、なのでコースでここにクリア、ここに押すと今ハリ弾力っ てオンスチームに、まずオンスチームになりました。なりました。そしたら、スタートします。はい、そうするとここにスチームマークが出てくるので、ドキドキ、ちょっと立ち上がるまでちょっと待ちましょう。どっからどう出てくるんだろう。出てきます。出てきます。あ、いい音が。お、あ、出てきた。お、来た。来ましたか。こうもう2個ね、あの丸があるので2個ね。あ、すごい、来た。お、来ました、来ました。気持ちいい。こうふわーっとで、だいたい20センチぐらい開けるといいですね。すっごいこう立ち上がるともうね、蒸気のスチームがすごいいい感じです。
とね、化粧水のセットは、しなくても大丈夫です。で、こうやって。ああ、すごい。はい。あ、じゃあちょっと一回。オンスチーム、これやってからセットするのかな？やってからセットするの。なるほど。このさっき今先にセットしちゃったんですけど、これその後で温めてからセットするので大丈夫です。あー気持ちいい。すっごい、あの私が使ってるの一つの穴なんですけど、小さいコンパクトなので、はい、なので2つあるので、すっごいスチーム効果がかなり良くて、うん、でちょっとこの角度を変えると首のモードだって、ちょっと上にするとこうやって上げれるんですよ。この角度が動けるので、上目にすると結構全体的に上に上がったりとかもできます。角度も変えられるので、自分の角度に合わせるとすごいいいと思います。こんな感じです。すっごいスチームが、潤いが、お風呂入ってるみたいな気持ちそうすると毛穴がすごい開いて、うんうん、次にやるね、化粧水のミストの浸透率がすごいアップするんですよ。肌が温まってきました。そう、先にセットしちゃうと化粧水が温まっちゃうから、後からやってください皆さん。すいません。すっごい気持ちいいです。気持ちいい。じゃあちょっと一回止めましょうかね。はい、ストップ。ちょっとストップして、一回ちょっと私が化粧水を先に温めてしまったもので本来はこれが終わった段階で、ここで化粧水を入れます。はい、今のタイミングで、このタイミングで入れてください。このタイミングで、ごめんなさい、すいません。ここにカチッとカチッと入れます。はい、そしたら、で今日はちょっと時間がそんなにないので、スチーム温まった状態で、今のさっきの化粧水を、温め終わったら化粧水この中に入れて、でつけます。はい、でカチッとはまったら、今度、ミストって書いてあるところがあるんですけれども、はい、そうするとここにですね、もうミストがすごいすごい出るの分かりますか？めちゃくちゃ出てきました。離すと止まります。あ、本当だ。でこれ押し続けることによってミストが出ます。私はこう、この首の下とかもこうやって上げると、この首の潤いだったりとか、ちょっとこう顔をこうやってちょっと回して全体にこう浸透させたりとか、髪の毛の保湿もいいので全体に浴びてます。こういう感じで、でそうするとこう潤いが、もう一回セットするところからやってみます。はい、ちょっともう一回復習をします。復習、すいません。じゃあオンミストをやって、ね、化粧水を一回捨てます、ね。はい、どうぞ。化粧水がミストに出てくる。ちょっともう一回オンミストからやりましょう。すいません、私がちょっと間違えちゃいました。本当すみません、皆さん。おちょこちょいですね。おちょこちょい、ちょっと緊張しちゃってすいません。じゃあまず、はい、タンクに入れてから、オンミストでコース選択をします。はい、すいませんね。じゃあいきますね。じゃあまず復習です。皆さん復習ですよ。何度でも浴びたい。タンクに入れてコースを選択します。はい、コース選択。はい、その時にまずオンスチームにします。オンスチームにしました。はい、オンスチームにしたらスタートです。そして肌をまず温めます。はい、気持ちいいです。何度やっても気持ちいいですね。なんか温泉に入ってるような潤い感がやっぱね、このいいですね。あと目を閉じてこうリラックスしてしてあげるのがすごくいいですね。癒されますね。癒されます。でなんかこうデコルテとかにも今ちょっと詰まってますけど、デコルテの
空いた服とかお家だったら着ていただいて、体全体に顔もね潤わせてあげるとすごくいいなと思います。結構広範囲に届きますよね。うん、すごい気持ちいい。皆さん伝わりますか、このミストが。すごいあったかいミストだと毛穴の開きもすごいいいので、私はこの時ねちょっと拭き取り化粧水したりとかする時もあります。ああいいですね、うん、で、このクレンジングする時もこのオンスチームしながら、うんうんうん、あのポイントメイク落としてあげてクレンジング、あのミルクとかでこう浮かせるような感じにすると毛穴の開きがあるので汚れもきれいに落ちるので、クレンジングの時にもオンスチームモードが、あの、うんうん、オンスチームのコースですねがおすすめです。で、温まってきましたから、かなりすっごい温まってます。そしたらじゃあそろそろ、はい、化粧水モード、あの化粧水をねやっていきたいと思います。化粧水モードですね。じゃあ一旦ちょっとストップします。はい、でここのストップで止めます。そしたら、化粧水を、入れますね。はい。じゃこれを。あ、すごい肌が。ちょっとこれだけでもね結構あの浸透してる感じがします。で化粧水をトロ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 と。入れたらここにカチッと溜めます。こういう感じ、カチッとします。こういう感じですね。で一つの方ですね入れたらここのところにはめます。カチッ、はい、そしたら今度ミストマークのところですね、ミストを押します。そうすると化粧水のミストが出てきます。来ました？来ました。で、この温めた後にこの化粧水のミストをすると潤いが、でこれでこう動かしながらするといいです。おー、角度が、顔横向きだとちょっと顔を横向いた方がいいんですけど、角度変えれるので少し動かしながら浸透させてあげるといいです。すごい細かい霧が、ミストがすごいです。どうですか、ミミちゃん、すっごい潤ってる感じどうですか、私の顔すっごい気持ちいいですね。話すと止まるので、自分で調整できるのが、自分で調整するのでこう浸透してそのまま浸透、あの化粧水ミストかけてるのが、もっと細かくあの浸透してくれるので、潤いがもうすごい、すごいですよ、すでにトーンアップしますよね、してます、私してますしてますツヤツヤでなんかツヤンとね化粧水の潤いがあの温めたことによって化粧水がグッとね変わりますよね。やっぱ手で入れるのと全然違うなと思いました。ただ浴びてるだけなので、そうもちもちになります。すごいですよ潤い感が、かもう見えないぐらいの細かいミストなので、なんかマイナス4みたいな気持ちになりますなりますねそうなんですよ、これがまたすごい。でこのまたモードがまた他にもね あのあるんですけれども、ちょっと一回今度外して、はい、今度オンレイミストがあるんでこれを外します。今度化粧水ミスト一回外しますね。はい、で今度あの2つついてる方があるんですけど、はい、これがあの冷水ミストになってるんですよ、うんうんうん、でさっきは化粧水のミストのこれボトルだったんですけど、はい、これに同じようにお水を入れると、さっきはオンスチームが出たんですけど、それと冷たい水が出てくるモードになるので、それもやってみましょう。はい、でまたこれ開けるとこういう感じで入ってるので、普通にお水を入れていきます。これちょんちょんちょんと入れたら、お二人ともすっぴんですか。すっぴんでございます。眉毛だけ描いてある、はい、眉毛だけ描かせていただきましたでこれをまたカチッとはめます。同じところに
はい、そうで同じところにここ閉めてカチッと。簡単ですね。簡単です。難しいのかと思ってました。全然簡単なんです。うん、でそしたら今度は今日はクリア肌っていう真ん中のコースですね。洗濯のまたピッて押すとクリア肌っていうのがあるの でこちらをつけていきます。でスタートします。はい、そうするとまず6分間のオンスチームが出ます。またさっきみたいに6分間のオンスチームが出た後に、その後にこの冷水モードから冷たいミストが自動的に出ます。そうすると気持ちいい。気持ちいいですよね。そうすると肌にオンスチームと冷たいものがあるので、毛穴の締まりもキュッとするので。メイク落とすときに使うのすごくいいです、うん、クレンジングクリームなど少し温めたり。確かに、あ、そうですそうです。トリック冬だと結構クリーム自体も材も冷たくなってしまうので、硬くなったりしますよね。そうなんですよ。肌も硬くなっちゃうし、肌を温めて材も温めてあげるとよりクレンジングの浸透も良くなって浮きやすくなるので、うこういうスチームにかけながらやるのはとってもおすすめです。気持ちいい。気持ちいいですよね。確かに化粧水の量も少なくていいからロスが出なくて嬉しいです。本当なんか一つコンパクトの1個使ってるんですけど、これはもう蒸気の勢いがすごくいいので、なんか全体的にこう肌がまんべんなくなんかスチームで潤してくれる感じがすごくいいので、なんか眠くなっちゃう、ね、今ちょっと寝そうになりました。ちょっと目をねこう閉じてやってあげると本当はすごいいいんですよね。ちょっと黙っちゃってね、誰も喋れなくなっちゃったな。これはクリア肌モードはどんなのにいいんですか？ツヤ肌、クリア肌モードはツヤとか明るさコースか。そうですね。あとキメも整えてくれますね。 あとあったかい、あったかいのと冷風だとキメが整えます。肌の表面のねキメが整って、そうすると整うことですごい化粧水 のスキンケアの化粧水だったりの入りも良くなりますし、メイクのりも良くなるのでいいですね。あと明るさがやっぱね出て、私も結構使い続けてると結構ねトーンアップしたなっていう、スチーム当てただけでやっぱ肌が温まることで血色感がやっぱ良くなるんですよ。なのでね、クリアな感じ、くすみとかが取れますよ、やっぱり。すごい欲しい。毎日くすんでますよ、もう。寒いとどうしてもこうこわばっちゃうから、そうですね、温かい方が、うんうん、表情筋も豊かになるから、シワとかのね、改善にもやっぱりなると思うので、スチームはやっぱりすごく大事です。なんか疲れた日に浴びたいですよね。テレビとか見ながら、音楽聴きながら。本当になんかちょっと、音楽聴きながらだったりとか、うん、それこそ YouTube とかね、うん、見たりとか、ボーチェの YouTube 見たりとかね、ボーチェの YouTube をぜひ、ボーチェの YouTube 見たりとかしたりしながらなんかしたりとか、あとなんかゆっくりねテレビ見たりとか、うん、そういう時でもこうながら美容もすごくおすすめです。なんかこの辺マッサージしながらとかもいいかもしれないですね。この辺マッサージクリームとかつけても首も結構こう伸びる感じになるので、この辺でやっぱりこうちょっと詰まった服とか着るとこの辺のくすみとかも気になるので、ね、さっき の化粧水のミストを浴びたりとか、はいはいはい、温めてこうこの辺の角質もしっかり出してあげた方がいいですね。ちょっとこれで私拭き取り化粧水とかしたりしてると結構なんか汚れが汚いみたいな、美顔器してる感じのなんかこう全体に浸透してくれる感じがすごくいいので、そろそろ冷たくねなるなるモードかなっていう、これがね、これがですね、6分温めて45秒なって、うん、でまた3分温まってでまた45秒冷ます感じになって、でまた3分温めてっていうかの工程で13.5分か13分半交互に交互にしてくれるとキメが整いやすかったりとか、うん、毛穴効果も良くなったりとか、あともう一つハリ弾力モードっていうのがあるので、それは引き締めだったりとか、今度毛穴の開きを毛穴が目立ってなっていう時はこの
あったかいやつが11分と冷水、冷水モードが1分のものになります。はい、なのでモードが3個あるので一番最初にあのオンスチームモードにしてあげて温めてからやってあげると、クリアハーコースと、ハリ弾力コースとオンスチームコースの3つがある。はい、すみませんコース選択ってところがあるんです。そこが3つ、ここにコース選択ですね、ここにコースの選択がここに今クリア肌になっていて、ここに3つ出てきます。でミストの時はスチームが、ここにミストのモードがあってスチームが出てるよっていうマークもちゃんとついてますね。でここに2つあるのが、冷水モードのものですね。でこのちっちゃいこっちの1つの方が化粧水モードなので、まあ分かりやすいです。結構ねちゃんと あるので、ここにもつけれるので、その時の肌の状態見ながら使ってあげるのもすごくおすすめです。気持ちいい。朝晩2回やっても全然大丈夫ですよ、肌の浸透率がね、あるし乾燥肌の人とかはすごいいいかなと思います。なんか変わってきた。すごいすごい、で冷水モードで引き締めが、なるほど、これがダイナミック温冷ギャップですね。そうです、ちょっとなんか肌がキュッとしますね。すごいすごい、あ気持ちいい気持ちいい、あこれ朝やったら目覚めそうですね。ね、一気にキュッとする感じなので、あ化粧水おすすめあるんですか。そう、あこちらのね、そうですね、今日私のおすすめは、アクセーヌ、サラッとしてる化粧水がおすすめです。アクセーヌのものと、あ、変わりましたね。急に変わりました、ダイナミックの、ダイナミックが。あとキュレルのが敏感肌の時に使いやすいものと、うん、あと美白、トーンアップしたい時は美白のアクアレーベルのものと、あと使いやすいのはこうハトムギ化粧水 の、 そうです、ね、500ml 入ってる大容量のものとかを結構定期的に使ってあげるとすごくいいんじゃないかなと思います。パシャパシャ系がおすすめですね、はい、もうだいぶ肌の潤いがすごいなってきました。もちもちになってきた。あこの後の肌のお手入れはどうするんですか。この後は化粧水 のモードでしっかり化粧水浴びた後に、あとはシートマスクしながらでもいいですし、あとそのまま美容液つけたりとか、化粧水モードにつけたけどもう一個別の化粧水を足してプラスしてもいいので、普通にスキンケアのステップを踏んであげるといいと思います。で最後しっかりねクリームつけてあげて蓋をして保湿してあげると翌朝はもっちりです。でメイクのりも良くなりますのでおすすめですよ。明日が楽しみ、はい、なんでモデルちゃんさんとかね、坊ちゃん撮影するときは必ずもうスチーム当てて肌を柔らかくして温めてから化粧水をね、私はスキンケアのステップをする感じですね。やっぱ全然違いますよね、メイクのりとかも。となんかあと目が開きますよね。確かにむくんでたりするとこう目がこうしぼんでくるっていうか、なんか朝とかだとそうすると目がこうあったかいのと冷風でしっかりクッと開くので、結構ねむくみの目の開きも良くなったりとかするので。私毎朝むくんでるんで、じゃあちょっとすぐやっても明日は大丈夫、購入し明日大丈夫かな、大丈夫です、楽しみだな、むくんでない自分の顔見るのが、はい、大丈夫です。確かになんかいろんなお悩みに効きますよね、うん、毛穴に悩んでる方もそうですし、くすみとか血色感のなさとか全てに、うん、本当になんかこう温まると血色感は良くなるから、これからの時期、ぜひ。あとその化粧水モードだけでも使えるんですよこれ実は。だからそっかそっか、ちょっと夏場とか今これから冬ですけど化粧水だけのにつけてもいいし、お風呂上がりで暑い時とか、でも大丈夫です。あそろそろですかね、気持ちいい、持ってきて、あくすみと毛穴で悩んでるから使ってみたいです。おいいと思います、絶対に。そろそろかな、ずっと見ちゃう。
本当は目を閉じて目を閉じてリラックスしてあげると、そうこれなんか楽しい。ちょっと新しくしゃべりね。すっごい気持ちいいですこれ。いいですよね。終了かな。閉めました。あ、いいですよ。これで止める？はい。はい。いい感じに潤いましたね。はい。締まりましたね、肌が。なんか嬉しくなってきたからずっとこうやって覗いて。なんだろう、化粧水なんかミスト浴びて、その化粧水のミストだけなのに、なんか本当に全部スキンケアしたような感じで潤いじゃないですか。本当そうですね。うん、なんかもちもちしてるんですよ。全部のスキンケアの工程が終わったかのようなもちもち感が出ます。確かにこのまま寝ちゃいそう。本当クリームとかいらないんじゃないかなくらいもちもちしてますよね。うん、なんでちゃんとこの後はちゃんとねちょっと保湿してあげると、うん、よりいつもよりいいので、肌の潤いとなんかもっちり感が全然ね違いますね。うん、なんかトーンアップしてしてますよね。うん、どうでしょうか皆様。なんか生き生きしたね。あとすごい楽しかった。でなんかインテリアとしても本当に置けるから、本当そうですね、本当になんかパッケージもすごい可愛いので、むしろなんか置いといたらおしゃれになりますよね。おしゃれになりますよね、こういうちょっとね本当に。いや、みんな優しい。お二人ともさらに美肌になってる。あ、嬉しい。まだ持ち上げられてます。これのおかげです。こんな感じで、あ、出ちゃった残ったのが。なんかこれ水あと捨てれば全然お手入れも簡単なので、水切ってあげてやれば大丈夫です。素晴らしい。ツヤが増したのが伝わってよかった。ねえ、本当にもちもちになりました。なんか肌の中からの張りが出た感じしますよね。あのもっちもちなんですよ。だからなんかスチームすると、あの1日の肌の弾力の持ちが良くなるので、とってもおすすめでございます。朝も夜も時間がね、特別ケアでもいいですし、でもリラックスタイムでね、夜は長めのコースで、はい、朝は簡単にミストだけとかでもいいですしね。あとなんかこうね、ちょっと本当朝短くてもね、こんだけ潤ったらね時短になりますからね。確かにむしろ、いいですよ。はい、はい、というわけでそろそろもしかしてお時間でしょうか。時間です。あっという間ですね。あっという間の30分でした。これぜひぜひ皆さんにご体感いただきたい、はい、ということですね。今日は、まあジュズさんも愛用されているパナソニックビューティーの最新スチーマー、はい、スチーマーのケア EHSA0B、手持ちの化粧水を微細ミスト化できる化粧水ミストが搭載されたということで、これです。今体験してきました。で、保湿成分の角質層までの浸透率は手塗りの 15% もアップするということで、でさらにこの高級感あるデザインも素晴らしい。今もう発売しておりますので、ぜひ皆様探してみてください。はい、はい、ということでそろそろ終わりの時間になってしまったんですけれども、ここでスペシャルプレゼントの発表です。なんだろう。スペシャルプレゼントです。あ、皆さんアーカイブ残しますので安心してください。はい、スペシャルプレゼント、もちろんこちらです。じゃーん、こちらです。ナノケア、はい、あ、すごい。こちらですね、1名様にプレゼントさせていただきます。すごい豪華。いや、これ当たったら超ラッキーですよ。超ラッキー、本当に。こんなこれプレゼントでもいただけるんです ね。これは素晴らしいプレゼントですよ皆様。こんなチャンスはなかなかないということですね。応募方法をご紹介します。この後ジョージさんの写真をボーチャのインスタグラムにアップします。でそこのコメント欄にですね、今日のインスタライブの感想ですとか、今後のライブで取り扱ってほしいテーマなど何でもいいので、書き込んでくださった方の中から1名様にプレゼントさせていただきます。はい、はい、すごい。詳細はポストを見ていただければと思います。皆さんもね、ぜひスチーム持ってない人、もうこの機会にも応募して、ぜひそうです、ね、この私たちのもちもち感を体感していただいて絶対に感動すると思います。
かなりやっぱ進化を遂げてますからね、うん、から化粧水がまさか出てくるなんてチームアナスから思わないじゃないですかそもそも水じゃないのっていう化粧水がまさかのっていう、オンと例だけでもびっくりなのに化粧水をちゃんと浸透させれるっていう、うんうん、なんか今までにねパナソニック初の化粧水が出てくるものなので、ぜひぜひね皆さん応募していただいて、ね、外れちゃってもあのちょっとねこういうものがあるんだっていうことでね、悩んで肌悩みの人はぜひ検討してみてください。ね、年末のご褒美なんか、あとボーナスの時期ももうすぐですから、クリスマスプレゼントもいいかもしれないですね。こんなのもらったらもうね、カレットとかもらったら大好きなんですね。最高ですね。はい、いいカレですねそれは。ぜひプレゼントにも。というわけで、はい、今日こちらのねナノケア、スチーマーナノケア EHSA0B をご紹介してきました。ぜひぜひ皆様あの素敵なねスキンケアタイムのお供に。はい、手に入れていただけたら嬉しいです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございます。もう全部言えましたか？もう大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、またインスタライブでお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。